さあ、続けてやっていきましょう。桜大戦2の実況の第3話のその3ですね。第2話では、ちょっと待って隊長。ん？なあ隊長、はい、指から血が出てるぜ。あ、別に指から血が出てるぐらい、どうってことはないんだけど。ということで、まあ前回スミレ君がなんか無理やり結婚させられそうだということで、花組の皆さんで乗り込んでるところです。神崎邸に何のために乗り込んだのかはちょっとよくわからない。別に値に任せとけって、別に可愛くはないです。これでやっちゃったありゃなんか変な形に巻いちゃったなうるせえ、自分に包帯を巻くことはよくあるんだけど、うるせえルフィの分際、ね、人のを巻くのは難しいな。うるせえ、ドン、行こう。ありがとう、カンナ。不器用なんだねとはちょっとなかなか言えないです。よせよ隊長。これぐらいのことで照れるじゃねえか。普通のこと言っただけです。さ、そろそろ行こうぜ。急がねえとスミレのやつ本当に結婚させられちまう。結婚するかどうかってさ、別に結婚するかどうかは結婚式云々じゃなくて、婚姻届を提出するかどうかとかじゃないんですか。そういう場面に、そういう場面にしていた。なんとか言わんか。すみれ、おじい様のおっしゃる通りですよ。まあまあ、あなた、そうおっしゃらずに、すみれさんもお話ししてみないことには何もわかりませんわね。まきびし様、あなたはよろしいんですよ、こんなに勝手に決められて。僕は、依存はないのですな。もちろんでございます。神崎のお嬢様をいただけるなんて、陽一郎は幸せ者です。当然。スミレ次第じゃん。どうだ。ちょっと待った。この声はまさか。なんでカンナが来るんだよって思っちゃうじゃねえか。話したんだなってのが分かっちゃうじゃねえか。なんだお前たちは。ね。キネマトロンで相談した相手は大神だけなんだから、大神一人で乗り込ませてくれよって思うんだけど。同じく花組、霧島カンナだ。話したんだなって、ちょっとあんだけなんか他の人に勝利秘密の話を言ってたのに。カンナさん、スミレは可愛いな。スミレ、君が大神一郎君か。あ、はい、どうも。この騒ぎにわしが誰かと知ってのことじゃろうな。知らん。長年帝劇を援助してきたこの神崎忠義の顔を潰すつもりじゃあるまいな。潰してくれるわ。ペシャンコじゃ、ペシャンコ、ペシャン。感謝しています。しかしそれどころとは別です。スミレ君の院長の結婚を押し付けるのは安心できません。そうだぜじいさん、何でもてめえの思い通りになると思うなよ。たとえ援助がされなかったとしても、だったらスミレ君だけでも連れ去るとそういう気持ちで。ここまで来るだけあってなかなか威勢がいいな。はい。ならば大神君、うん、こういうことではどうじゃ。どういうことですか。現在財界が帝劇への援助を停止しているのは知っておるな。知っております。このまま黙って帰れば帝劇への援助再開を約束しよう。ほう。だがスミレを連れて行けばどうなるかわかるな。帝劇への援助をしないってことだろ。おじいちゃま、知ったこっちゃねえ。俺はスミレの方が大事だ。だねえぞ。援助などいらん。援助などいらん。待っておれ。うん、おう。ミーツ運動が起こってしまう。どうする？シャープミーツ運動が。スミレ君を連れて帰ります。
是非もない。悩む必要などどこにもない。金がなくとも定期で稼げばいいだけの話だ。隊長、このトップスターの墨を持ってすれば。本当じゃな。はい。隊長ごときの判断で答えて本当にいいのじゃな。ええんじゃん。それが帝国歌劇団の総意ということになるのじゃよ。問題で結構ですわ。帝国歌劇団副司令として今の承認いたします。誰ですか誰ですか一体この場に。あなたはあやめさん。あやめさん、私は帝国歌劇団副司令藤枝楓。妹なんですね。あなたが大神くんね。姉さんが言ってた通りの人だ。正直楓さんは可愛いと思う。藤枝あやめさんはちょっとあの髪が巻き巻きであんまり好きじゃないんだけど、楓さんのは好きな長さの髪をしている若干スミレと被っとる。面白い。面白いか。帝国歌劇団がスミレ一人のためにそこまで決断するとはな。しますよ。それは大事なスミレですか。おじいさま、髪にそんなに近くはないか。帝国歌劇団に戻りますわ。今行かなければ私は後できっと後悔いたしますもの。スミレ君、よかろう。よかろう。スミレは連れて行け。ただし援助は我が神崎財閥は援助、帝国歌劇団に援助は行わない。はい、それでいいな。よくねえけどな。ええ、自分たちの力でやってみせます。うん、確かだるめ。金よりも金よりもスミレの方が大事だ。まさか力が。そのようね。でも心配いらないわ。敵がここを襲撃することは分かっていたから。え、なんで？なんで襲撃しなくちゃいけないんですか、ね、あなたたちの工具は正芸丸で運んできてあるわ。ほう。スミレのものもね。さあ、出動よ。楓さんの言うのか。屋敷の外に追っ払っちまうぜ。庭にはまだ神崎家の者がたくさんいるはず。彼らを脱出させるのが先ですわ。庭にはまだ神崎家の者がたくさんいます。彼は大使ね。まあ人命優先かな。今日はスミレの考えでした。待ちなさい。どうした？お父さん。お父様、お母様、私行きますわ。スミレ。スミレ、いいのよ。スミレさん、スミレさん、どっちが神崎家のものなの？あなたが本当に大切だと思うことがあるのだったら、神崎の名前など気にせず好きに生きていきなさい。そうかい。スミレ、お父さん、スミレ君大好きだよ。うるせえ、援助しろ金を。うるせえ、お母さん。ジジイの言いなりになっとんじゃねえよ。さっさと帝劇を援助しろ。スミレも手に入れるし、金もくれ。私のため、私が大切と思う全てのために戦ってまいります。それが私の生きる道ですわ。大切なもののために戦う。スミレ、久々の出動だから。そういうのって大の足を引っ張るだよ。うるせえ。 あなたこそそのバカ力で横やり、横やりでこの家まで破壊しないよ。水を差すんだよ。注意してくださいな。最高、みんなが待ってる。スミレ君のなんか戦い
ざまというか心の持ちようはいいね。さあとりあえずここまでにします。セーブということで、ちょっとね20分で50分撮ってるの疲れてきたのでね、とりあえずここまでにして、まあ、次回は戦闘パートをまったりやっていくんでね、まあ見たい人だけ見てください。戦闘パートは正直面白くなりようがないし、カットしまくってもなんかなと思うけど、話をね面白いところだけかいつまんだってさ面白くなんないんでね、まあ戦闘パートはまあ見たい人だけ見てくださいってことでしょう。まあ、ほなまた、まあ、10分ほどですけどね。